西です。高野です。はい、ありがとうございます。本日は高野博之さんにお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。俳優生活が人生50年以上、5月の22日が来ると55周年になります。55、はい、6歳の時に児童劇団いろはに入って、はい、小学校1年生だったんで、まあ、普通に、まあ、習い事の系列ですかね。皆さんほら当時はそろばんか習字、はい、僕たちの時代、はい、そうですね、まあ、僕はだから児童劇団に毎週土曜日日曜日日舞と、まあ、各週で日舞とバレエ、あとは毎週日曜日はその演技の練習、劇団からなんかオーディション行ってくれって言うと行って、うん、ほとんど怒ってばかりましたけどね、うん、まあ、ドラマいっぱいあったじゃないですか。あったですね、本当に昭和はもう全盛じゃないですか。ドラマドラマ全盛の時代だったから、うん、でうちの父親はとにかくあの事務所から劇団から連絡来たら、うん、学校行かなくていいから仕事に行け、うん、セリフがあろうがなかろうが行けって言われたんでだからエキストラもいっぱい来ましたよ。まあ、そのうちにだんだんちょっとオーディションも受かるようになったりとかしてて、うん、でまあバルムワン経て、でまあ謎の転校生経て、新ドブ川学級っていうのがあって、そこからホームドラマ桜の歌とか、うん、まあ、まあ本当にあと学園ものもゲストでいっぱいやらせてもらったし、特撮ものも、うん、もうありとあらゆる、まあバルムワンやってた、やってからは特撮も出させてもらえなかった。まあなるほどね。まあ色が濃いから。はい、色が濃いから。謎の転校生は。以前もね、英雄星チャンネルでご紹介していただいたんですけど、すっごい、人気があって、おかげさまで視聴回数も1万回超えてます。そうですか。謎の転校生はもう本当に あっという間にというか9本連続だったんだけど、すごく長く撮影してた記憶があったし、で全部ロケーションじゃなかったということですね。オールセットなんですね。オールセットなんです。スタジオドラマ。スタジオドラマだったから、それも大変で、1話から9話まで台本もらってて、学校のシーン1話から9話まで、マンションのシーン1話から9話まで、そうやって撮ってたら本当につなぎつなぎが大変で、髪の毛も変わっちゃってるし、まあ、皆さんもうご存知だと思いますけども、うん、本当は僕が謎の転校生役だったんだった。当時 前泉さんと花火さんというプロデューサーが演出の方と話してて、まあ、星野千春君が受かった時に、星野の方がちょっと背が高いし、でこれ本当の話、お前の方が変な顔してるからお前が宇宙人やれって言われたって星野から言ってますけど、僕が言ったんじゃないですよ。ナレーションに関しては僕がやってるんです。やってるんだよね。やってるんですよ。だから、うん、謎の転校生って言ったら本当は星野が主役じゃないですか。転校生がね。星野はよく言うのは、うん、あれは俺の作品だって言うんだけど、謎の転校生高野さんと思ってますもん。みんなそう思ってくれてるじゃないですか。高野さんが主演って言ったら高野さん、まあまあまあ、転校生じゃないんだけど、転校生じゃないんですよ。星野さんですか、はい、独特のキャラで、あの最初マンションで隣の家でいて、はい、もう顔半分のあの出てくるあの不気味なシーンとか違うこと考えるじゃないですか。結局こいつ誰なんだと宇宙人なのかとか、いやそう、いろいろと想像させるのが、まあ良かったんですよ。あの女の子の役のコールじゃないですか、はいはい、香川みどりさん、香川みどりさんで、はい、言っていいですか、はい、最初高野さんに惚れてんのに、なんで向こうに惚れなかった僕も分からない。もうそして最後泣いてるじゃないですか、はい、そしてまだ いなくなったらこっちに戻るといういや僕には戻ってないですよ。戻ってないですか。その後ね、はい、平成で謎の転校生を岩井俊二さんが原作してテレ東の方で夜中深夜番組13本やったんですよ。はいはいはい、でその時に僕は岩田光一のお父さん役で出てるの、ね、はい、で今度はね、はい、また不思議な、はい、実はこれネタバラシになっちゃうけど、最終回の最終回の最後の最後の10分で、うん、岩田光一役で次元を超えて僕助けに来るんですよ。ほう、だからまたすごいことをやりました。そうでね、最後のその10分間って僕出てないんですよ、うん、本当は、うん、でお母さんだけが出てたのね。岩田光一、お母さんもう出かけるからあんた最後ちゃんと抱きしめていくのよねみたいな、うん、でそこに、ね、最終回ちょっと僕もお母さんと一緒にセリフなくていいからいさせてくださいよって頼んだの、うんうん、岩田さんに伝わって、あそうかと、うん、って言って、うん、最後のその10分のところに出てないはずの僕を出していただいて、うん、でもそのおかげで昭和の
謎点と平成の謎点とが一本結びついてるんですよ。なるほど。次元を超えて。これはね、DVD が出てるんで、ぜひ探して見ていただけると、まあ、僕にしても、本当だったら平成の謎の転校生は、まあ、代表作にならないんだけども、そのおかげで僕も、うん、なってるというね、うん、ありがたかったなと思いますね。あの、聞いていいですか？はい。謎の転校生で、実は相手役の彼を本当に殴るシーンありましたね。ありましたね、はい。ふざけるな、パンって言って。うんうん、平手で殴ってますけどね。平手ですよ。あれ、はい、当ててるっていう話。ああ、もう本当に当てようって話になって、うん、稽古の時に当ててなかったんですけど、まあ、話して、いや、当ててくれって言うから、うん、じゃあって言って、NG 入れて5回ぐらいやったかな。5回ぐらい殴ってる。5回ぐらい殴ってますね。相当相手恨んでますね。暴力なんかで何も解決しないみたいな感じで、キンキンで。伊豆田由里子さんは、うん、あの高校時代では同じ学校、都立遠高等学校ってあって、うん、1個先輩だったんですよ。おお、現場でもすごい仲良かったし、でしょうね、本当に卓球のシーンとかでも卓球のシーンがあるとかって言って、うん、NHK 上に行くと娯楽室ってあって、うん、将棋とか囲碁とかあと卓球ができるところがあって、うん、みんなね、あの控え室与えられてたけど、必ずなんか誰かの部屋、僕の部屋なのか、うん、あの星野の部屋だったのか、うん、どっか集まっていつもなんか3人でいろんな話してましたね、うん、先ほどオールマン、まあ、セットっていうかね、はい、不良に絡まれて森に行くじゃないですか、はい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 、で彼はなんか何するんやと思ったらテレパシーを使っちゃった、はいはい、まあ、あの森も作り物なんですよね。あそこも全部そうだから、うん、歩くのに、うん、板で作ってるじゃないですか。そうだからかかと落とすなみたいな、落とすから、でみんなも学校行くシーンで歩くシーンとか、そう足音させないように歩ったりとか、そーっと抜け出させる、そーっと忍者だよ。体育祭のシーンも厳しいですね。もう厳しい、もうあのアスファルトじゃなくてピータイルの上に砂撒いてるだけだから滑るグラウンド狭いよ。はい、で星野だってカメラ、うん、そう、まここにカメラ置いてこの周りこうやって回ってた、うん、そうよ。だって全然真剣に走ってるように見えないですよね。教室を角度を変えて、そう、音楽室と教室とでやってましたからね。だってピアノ弾いてますから、はいはい、もうあのピアノでイチコロで惚れられてますもんね。あ、一番最初そうですね。そうでしょ、うん、それ何の、うん、何の曲そうよ。もう私なんだ、なんでそうだんだん俺高野さん派なのか知らんけど。いや僕は彼女の父親もう殴りますよ、目覚ますよ、お前覚ますかっかだってやつは宇宙人だぜ。いや原作の話にまたちょっと戻ると、うん、原作の謎の転校生の転校生は美少年って書いてあるんですよ。ああ、で2人は読んでたらしいんだけど、僕原作読んでなかったのね、今だから正直言うと、うん、ものすごく美少年って書いてあるんですよ。そう、原作はね、そう言っていいですか。ちゃうやろって毎日味噌汁飲んでたらたまにはビーフシチューが食いたくなるやないですか。なんか他の人から見て異質でしょ、彼が。彼は異質ですよ。だから喋り方もそういうふうに喋れっていうふうに指導されてたから、下手に感情を出すともっと無機質に喋れ、だから扉開けた半分の時も何ですかじゃなくて何ですか。あの時にぶったげましたよ。ほぼほぼオープニングじゃないですか。彼は逆にセリフがない分だけ演技するのすんげえ大変だったって言ってました。そうですよ、ね、ありますよ、うん、ない方が大変じゃないですか。ない方が大変です。私もないから喋ってる方が結構まあまあ持ちますし ね僕はあの謎の転校生のファンなんですよ。好きなんですよ。ただツッコミどころが結構あって、喧嘩するんかなったら超能力とか、 あとは新聞記者で部屋まで来てね、えなんだ思ったらなんかペンみたいなのでレーザー光線で、それ違うんちゃうとか、当時にしてみればレーザー光線って架空のものというか、うん、まあ言葉はあったかもしれないけど、うん、実際にはまだなかった頃の話じゃないですか。そう、ペンライトですよね。ペンライトなんだよね。ペンライトですよ。こうやってあれね、もう言いたくてかなん時でもそこで高野さんが来て、はい、まあ芝居が上手でここでまとめてくれるけど、あれ高野さん僕かと俺どうなのと思ってフリーズですよね。でもそういったことは当時の NHK には誰も期待してませんでしたね、ファンとしては。腹は立たないんでしょ。ひょっこりひょうたん島やってた、うん、曲ですからね。ありましたね、ひょっこりひょうたん、懐かしい。すごいあの安作りに本当に連続9本短いんですよね、うん、意外と連続9本で、あっという間、あっという間、あの連続9本を今1本で見れるんですよ、はい、あ、そうそう、皆さん見てください。あっという間に見れるぐらいに面白いんですが、
数々のチェックポイントは起きますよ。まあその対比もきっと ねあのプロデューサーの狙いだったんだと思いますけどね、まあ、これだけ言われるということは成功ですよね。いやもうだから謎点があったからこそまだ僕今いるかなと、うん、NHK だったら今さっきの謎の転校生とかタイムトラベラーとかああいうの結構 NHK 多分ものすごい視聴率良かった時代で、やっぱ年代に合ってたんでしょう。僕は未だに謎ですもん彼は確かに誰だったんだと。最後の方もちょっと分かったような分からないような終わり方なんですよ。まあまあまあそう。ラスト見ると逆になんか分からなくなってきますよね。そう。まあ自分の理解とはちょっと違ってたみたいな。まあ、大阪に行くわけですからね。はい、まだ突っ込みたいんですけど、宇宙人に乗るあの船に乗る服ときはあれなんであんな服なのかとか。あのね、うん、はい、次元ジプシーというね。そうなんですよ。はい、あれは。流行らんかったですね、あの服は流行るんかなと思ったら、あのペンライトも入れませんでしたけど私は映画を将来撮りたいと思ってて、うん、ですごく尊敬してる映画監督さんが北野武さんが撮ったアウトレイジだったんですよ。西田敏行さんとかそういう、いや今まであんまりヤクザの役やってことない人をその役に当ててやる、このギャップってさすがなと思ったんですよ、うん、だから先ほどね高野さんと久しぶりに会った時に、高野さんってヤクザの親分の役やられたらどうなんですかって、この多分そこで恐ろしい迫力を出されたらもちろん演技ができると思うんですよ。面白いと思うんですよ。インテリヤクザちょっと頭インテリヤクザで眼鏡かけて、でその代わりものすごい恐ろしい 殺し方をさせてしてもらうと、ええー、みたいな。え、多分だからね、あの淡々とするその怖い親分やりたい、うん、淡々となってさ、うん、まあ、の夜じゃなくて陰湿のさ、うん、ちょっとあのブランデーこうやって飲みながら刺すような感じですそうそうそう、そういうことが似合って笑いながら刺すって刺しちゃうようなね、その方が怖い、そういうのやりたい。サスペンスも今あんまり犯人役やらない人が犯人、うん、みたいな感じじゃないですか、うん、親分の役やりたいんですよ、親分の犯人か、うん、ちょっとそういうねいろんな自分のキャラも変えながらそっちの世界もあるのかっていう発見と、うん、それと以前名言で高野さんが言っていた、役者っていうのは本気じゃなく本意気なんだと、あくまで嘘ですわ、偽りの世界ですよ、まあ、俳優生活55年通過点やと思ってます。あ、もうもちろんそのつもりでいい、はい、大還暦の120までもうどこまでも、はい、今後のね、まあ、夢とか希望とかやりたいこと、ぜひ。さっき言ったようにね、その悪役っていうかね、その役用の親分さんももちろんやりたい、あとね時代劇やりたいですね。でいつも先のこと先のことやるんですよね、だからやめられないのかなっていう気もしますよね。嘘の世界だけど、うん、本意気になれる場所、うん、だって本当に人は殺せないですよ、うん、でもその本意気になれる気持ちとかね、ズバリ役者とは、役者とはそうですね、僕にとっては、人生そのもの、重いです。はい、いや本当に高野さん本日はレミセチャンネルでございます。またのご出演お待ちしております。はい、ぜひ、はい、じゃあ本日はありがとうございました。